クリップ話へようこそ。ヤッホーメダです。今日はね、こちらのケージの中にいる子に餌をね与えていきます。それでは行ってみよう。序盤から見えていたんですけど、この中にはうちで飼育しているカナヘビですね。日本カナヘビがこの中に1匹だけねいます。で、この子もね成長しましてね、尻尾がねすごく長くなりました。で、このケージもね、なんかちょっと手狭なような気もねしなくはないんですけど、なんかそういう感じですね。で、こんな感じでね元気よく生きてます。で、まあこちらねちっちゃいんでね、ケージが運ぶのにね楽なんですけど、まあもちろんね飼育してるときは紫外線ライトとバスキングライトしっかりとね当ててます。かわいいね、ちっちゃくて。こんな感じでねすごいちっちゃいんですよ。で、尻尾がねすごい長い、カナヘビって感じですよね。今回与える餌は3匹のレッドローチですね。今コオロギ切らしちゃって、レッドローチしかねいないんですけど、まあコオロギがねないときはレッドローチをね代用として使ってます。まあ代用っていうか、なんていうか、まあいろんな餌をねあげるのが一番いいんですけど、まあ前半はねだいたいコオロギを使って、後半はねゴキブリに切り替えると、うちはねそういう感じになってます。まあっていうのもね、コオロギがね在庫なくなっちゃってね、まあゴキブリしかね結局残らないんですけど、まあそういう感じです。ではね与えていきます。もう餌をねもらえるもんだと思っててね、動き出しましたね。お、気がついた。おー、いいね、いい感じに食ってくれてる。おー、いいね。もっとね近くで見てみましょうか。ちょっと画質がね悪くなっちゃってるんですけど、いいね。そこは行かないで。一生懸命加えてますね。お、出てきた、かわいい。お、一生懸命食べてますね。あー、出ておいで。お、出てきた。一生懸命ね食べようとしてます。ちょっと大きかったかな。おお、食ってる食ってる、一生懸命食ってますね。お、動きが早い、すごく早い。あともうちょっと頑張れ。そう、このレッドローチもね動きが早いんですけど、こちらのねカナヘビもなかなかね動きが早いんで、動きが早いバーサス動きが早いみたいな、そんな感じですね。まあピンセットから与えちゃってるんでね、そんなことはないんですけど。お、一生懸命食べてる。やばいやばい、俺がねボサッとしてたらいつの間にかねレッドローチを1匹ね食べました。あらあら、まだねもう2匹いるんでね大丈夫です。まだ食べれそうなんでね餌を与えていきます。では2匹目のレッドローチ与えていきます。どう、お腹いっぱいか。あんだけ大きいの食っちゃったからね。どうだ。おおおおおおお、食べる。お、食いつきそう。お、食った。あ、違うの食った。床材まで行っちゃった。ちょ、床材はちょっとごめんよ。餌を取るんじゃないからね。あ、ごめん、餌逃げちゃった。餌逃げちゃった、ごめんよ。ちょっともう一回やり直します。おー、いった。そう、自発的にね食べるとこ見れましたね。いいね、動きが早いね。やっぱりそう、ゴキブリはねカルシウムパウダーをまぶしてあるんでね、前があまりねよく見えてないかと思います。で、体格もねすごくいいですよね。うん、いいね。
そう、割とね、日本のトカゲってね、いいですよね。で、ちょっとね、昔話をすると、昔小学生の時に日本カナヘビをね、捕まえて、飼育しようと思ってたんですけど、まあ虫かごに入れてね、外にほっといてたら、逃げ出したっていう、そういう経験がね、あります。まあ昔の虫かごをね、なぜ逃げ出したのかね、わかんないんですけど、まあ多分隙間から逃げちゃったのかな。まあそういう感じでね、逃げ出しちゃって、まあそういうね、思い出があります。しっかりとね、加えてますね。1匹目と比べて2匹目の方がね、飲み込みがかなり遅いです。まあやっぱり1匹目だけでお腹いっぱいになっちゃったのかな、きっと。満足したのかな。まあ多分そういうのもあってね、2匹目食べるの遅くなっちゃったのかな。人間もね、最初ご飯食べるときはね、早いけど、後からになってくるとね、食べるの遅くなるじゃないですか。多分あれにね、似たような現象が起きてるのかもしんないですね。1匹だけでよかったな。これは俺の判断ミスですね。やっちまったな。うん。これからね、全然変化がないんですよ。もう今飲み込み始めてんのかな。なんかちょっとヘビみたいな飲み込みしてますね。やっぱちょっと、お、出てきた。なんか半殺しになって出てきたぞ。ああ、諦めましたね、食べるの。おお、なんかやってる。なんだろう。この動きはなんだろうな。ああ、多分ね、一匹だけでよかったんでしょうね、きっと。おお、また食った。なんだろうな、なんか食ったり出したり、食ったり出したりでね、ちょっと謎の行動があるんですけど、なんだろう、食べたいけど食べれないみたいな、そんな感じなのかな。で、ゴキブリはね、もうぐっちゃぐちゃにね、噛まれてるんで、もう意識がないというか、多分もうね、死んでます。まあこんな感じで飲み込んで食べてきましたね。床材は食べるなよ、絶対食べんなよ。はい、オッケー。あー、これで床材を取ってんのかな、もしかして。今の動きは口についたね、土をね、払ってるというか、そういう感じなのかな。という感じでね、この子はこれでね、終わりにしようと思います。かわいいね。次の動画もまた見てね。バイバーイ。